さあ、オリックスですけども、皆さん、今日の試合は見ましたでしょうか？今回はですね、今シーズン第58試合目、6月の10日、横浜戦についてお話をしていこうかなと思います。今日はですね、オリックス山崎福也投手が先発で、相手は助っ人外国人が先発をするということだったので、オリックスとしては福也投手で勝てたら非常にラッキーだなっていうのと、あとは3連敗してますから、一石二鳥の意味も込めてですね、勝ってくれたらなというふうに思いながら応援をしておりましたけども、オリックス、見事ですね、7対3で勝利をしたということで、連敗も3で止めると、素晴らしいゲーム展開でございました。最長の連敗にはならないということだったので、一体ですね、今日の試合、どんな試合だったのか、早速振り返っていこうかなというふうに思います。まず、オリックススタメンからですけどもね、ご覧の通りでございまして、2番にゴンザレス選手が、ついたということで、サードでね、ゴンザレスはもう必須かなと思いますよ。宗選手がね、帰ってくるまではマーゴがサードを務めてくれたらなとは思ってたんですけど、8番に西野選手ということで、広岡選手はもちろんね、義母選手も使われないということですから、国波中島監督の構想の中には義母選手っていう選択肢はないんだろうなとは思ってるんですけど、もしかしたらですね、明日義母選手が使われるなんてこともあるのかなとは思ったので、そのあたりはね、また注目をしていこうかなというふうに思います。まずね、1回の表ですけども、いきなりですね、福也の初球を関根選手がヒッティングでヒットにするということで、調べてみると彼ね、東邦高校から2013年に高校生のドラフト5位で指名をされたということで、プロに入って10年なんですね。で、打率が3割超えてるということで、横浜の中ではかなりこうブレイクした選手なんじゃないかなと思うんですけど、キャリア的に一番似てるのがオリックスでいうと佐野皓大選手なんですよ。ただ彼は投手で入ってきて内野転向してとかいろいろ経ての今なので、関根選手はもうずっとね、外野手としてプロで経験を積んでますから、そこが若干違うんですけど、本当にね、高校生で入団して下位とはいえですね、10年あって花開かないかみたいなところで言うと、僕たちがこう期待をしている太田亮選手とか紅林選手とか北源池田、このあたりはね、 2,3 年で結果を求めるっていうのはなかなか酷な話なのかもしれないなと、なんか思ったりはしました。結果ですね、西野選手がね、ファインプレーで、アウトを取ったりとかするんですけど、佐野選手がヒットで一塁二塁でいきなりピンチでございましたが、無失点で切り抜けたという展開でございました。そして1回の裏ですね、マーゴが、左にツーベースを打ちまして、好走塁でね、二塁に行きました。ただラオウのね、内野安打、三塁に行けず、ここは仕方がないのかなと思うんですけど、森選手がですね、センターフライ打つんですね。で、結構深いところまで飛んでいったので、初めからベースにくっついてですね、犠牲フライという形で三塁に行くことはできたんじゃないかなとは思ったんですけど、解説のタオさんはラオウのショートゴロの内野安打も行けたみたいなことを言ってたので、結構やっぱ走塁には厳しい方だったんですけど、個人的にはね、森のセンターフライは行けたんじゃないかなとは思いました。結果一塁二塁で頓宮選手に回るんですけど、無得点ということでございます。2回の表ですね、先頭の桑原選手にデッドボール、そして大和選手がレフト前で一塁二塁、光がですね、バントを決めてワンアウト二塁三塁なんですけど、後続をピシャッと締めてっていうことで、本当に正直もう運ゲーというかですね、ミスショット待ちみたいなところだったので、結構今日に関してオリックスついてるんじゃないかなとかは思えた場面でしたね。2回の裏、紅林選手がフォアボールで出塁するんですけど、エンドランでね、西野選手にサインを出すんですね。紅林選手走ってるんですけど、セカンドゴロゲッツーということで、なかなかね、紅林選手バッティングの方でもそうですけど、ランナーとしてでも作戦をこう遂行するのに難易度が上がってしまうっていうようなタイプなので、ここもね、そういう結果になってしまったということでございます。そして3回の表ですね、オースティンの打球をラオウがレフトでファインプレーを決めます。そして佐野選手の打球をマーゴがいいプレーでアウトにして、この回初めて三者凡退で切り抜けると。そうすると逆にオリックスの攻撃陣もですね、初めて三者凡退で打ち取られるということで、なかなかに歯車がこう噛み合わないような状況が続いていくというわけでございます。中盤の4回の表ですね、外の打球を紅林選手がファインプレーで切り抜けて三者凡退で抑えると、4回の裏ですね、森友哉選手が完璧のセンターバックスクリーンにホームランということで、去年ですね、森選手が8本のホームランでシーズンを終えてるので、6月の中旬でもう追いつくというような状態ですよね。そして頓宮選手、啓太も連打で一塁三塁でチャンスを作るんですけど、紅林選手にですね、2球連続スクイーズのサインを出すんですけど、ここ連続で失敗するんですね。で、この2球でただただやっぱり追い込まれただけになってしまってるということなので、しかもサードのランナーが頓宮選手であるということを考えると、正直2球
めちゃくちゃもったいなかったなっていうか、調子もすごくいいですから、普通に打たした方が結果論になっちゃうんですけどね。よかったんじゃないかなと思うんですけど、紅林選手がすごいのは、最初の2球で追い込まれているにもかかわらず、しっかりフォアボールを選んでるんですね。ここに関しては、まあ投手も投手なんですけど、紅林選手が非常に今調子がいいというようなことなんじゃないかなと思いますよ。で、西野選手がですね、初球に浅いセンターフライを打ってしまって、犠牲フライにもならずに、若月選手がサードゴロで、この回は1点とどまってしまうということで、非常に内容としては悪かったというか、もう1点2点ね、欲しい展開だったので、森選手のホームラン1本だけかというような感じになっちゃいましたけども、そのままですね、5回の表に、まあ、突入していきます。若月選手がですね、ファールフライ、ファインプレーで取りまして、三者凡退で抑えまして、5回の裏ですね、茶野選手が3試合ぶりに、まあ、ヒットを打ちました。その後ですね、牧選手が、セカンドのちょっと浅いフライみたいなのを飛んでですね、それをやっぱりこう、ショートバウンドで取って、ゲッツーにしようと試みるんですけど、トンネルしてしまって一塁二塁になりました。その後にですね、森選手がもう2打席連発ですよ。1打席目はもう打った瞬間っていうような感じだったんですけど、2打席目に関しては本当ギリギリ紙一重ですね。ギリ届いてるか届いてないかっていうぐらいでスタンドインというような状態だったので、ここのスリーランはもうね、これで完全にオリックスに流れがいったというような状態でした。そして頓宮選手がレフト前、紅林選手がフォアボールということでチャンス作るんですけどね、西野選手がまだ凡退をしてしまうということなので、まあ正直義母選手みたいなっていうような感じなんですけど、まあ使われないですからね、ここは難しいのかなとは思います。そして6回の表ですね、佐野選手、牧選手が連打で2塁3塁というような状態で、外選手にツーベースを打たれて2失点します。ここでマウンド降りるということで、サチアとしては5回途中で3失点で切り抜けるんですけど、一番良かったのはやっぱ無四球ですね。ほんまはね、クオリティスタートで切り抜けたらそれはやっぱすごく良かったんでしょうけども、まあでもね、5回途中投げてくれてますから、それでも2失点ですからね、まあ非常に良かったんじゃないかなと思いました。そして2番手にマウンドに上がったのが比嘉さんということでね、登板しますけども、大和選手にレフト前を打たれて3点目献上して、なんとかですね、オースティンをセンターフライで打ち取るというような展開でしたけども、なかなかにちょっとね、火消しもうまくいかずっていうような状態でございました。6回の裏ですね、オースティンがエラーをしますが、まあ無得点ということで終盤の7回に突入します。7回の表、3番手として阿部投手が登板するんですけど、関根選手にちょっと危ない感じでセンターフライ打たれますが、三者凡退で切り抜けると。その裏、森選手がいい感じでね、レフトフライこうパーンって打つんですけども、頓宮選手がね、フォアボールでこの日3出塁目、そして紅林選手が3試合連続のヒットとなって4出塁目、チャンスで回ってきたのが西野選手のところだったんですけど、センターフライで、この日凡退3回目ということで、しかもその後にね、交代してるんですよ、義母選手に。まあ、映し方を見ると、中島監督が結構怒りなのかなとは思ったんですけどね。8回の表ですね。先頭の牧選手がセンターにツーベースを打ちまして、ピンチになるんですけどね、大和選手に危ないライトフライ打たれて、まあ無失点ということで、ここもむちゃくちゃ危なかったなっていう感じでした。マウンドに上がっていたのは4番手のワゲスパックになります。そして8回の裏、茶野選手がセンター前に打ちまして、マルチの安打を記録しまして、まあマーゴがね、左打席ホームランもうちょっとでっていうところだったんですけど、惜しいファールを打ちまして、その後のラオウがレフト前、森選手が敬遠で満塁になりました。頓宮選手が初球にですね、センター前に打ちまして2点追加、打率も3割4分5厘になったということで、気がつけばですね、パリーグで規定に乗ってる人で唯一の3割打者が頓宮優馬であるということなので、去年のですね、正隆の打率まだね、130何試合とか打ってないですから、まだ58試合とかですからね、まだまだ参考にならないですけども、数字上はですね、3割3分5厘を超えてるということなので、並大抵のことではないと思うんですけど、このまま突っ走ってもらってですね、数字でやっぱり正隆の穴を完全に今埋めてくれたらなと思うんですけど、これまでの活躍っぷりだけを見てもですね、現状は正隆の穴を完全に頓宮選手が埋めてくれてるなっていうような状態だと思うので、あとはね、本当に森選手のホームランの数とか頓宮選手の数とかを合わせて、まあなんとか正隆の去年の数までいってくれるとね、まあプラス去年の頓宮の数字もありますけども、全員で穴埋めできるんじゃないかなとは思いました。そして小田選手もね、センター前に打って7点追加ということで、この回ね、最後紅林選手が惜しいピッチャーゴロ打つんですけど、5打席とも内容が素晴らしかったので、どうするんですかね、ここまでやっぱ上位に上げないってことは、上げてしまうと冷えてしまうというような考えのもと、6番とか7番に置いてるのかもしれないのでね、将来的にはやっぱりこう主軸を打つような選手だと思うので、どのタイミングで上に上げるのかっていうのはちょっと見ものですけどね。そして最終回、総一郎が降臨ということで、まあ織姫デーですからね、4点差とはいえですね、まあ
ファンサービスも兼ねてあげるんでしょうけども、159キロを出してですね、三振に打ち取ったりとか、小田選手がねファインプレーで最終的にはゲームセットということで14試合連続無失点だそうです。阿部投手もね、去年めちゃくちゃ長い期間連続無失点2回ぐらいやってたと思うんで、今年は総一郎かっていう感じで一番の安定ですけど、今日ね平野義久投手が登録されましたけど、まあおそらくね阿部ワゲスパック総一郎で行って、勝ち場はねその中に平野義久であったりとか本田投手であったりとか、まあ他の投手も含めて入ってくるのかなとは思いますけども。ということで今回のお話ではですね、6月の10日先ほどまで行われた横浜の試合についてお話をしてみましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ今日の試合に関してね何か思うことがありましたらコメント欄に通して教えていただけたらなというふうに思います。ちなみに明日の試合ですね、注目の選手は引き続き森友哉選手であるということで、今日の2発のホームランね、まあもしかしたら角が落ちてしまってるかもしれないです、相手投手は。でもやっぱり打ち出したということを考えると、ここからですねエースクラス、カチパクラスの投手に対しても同じようなバッティングがみんなねできつつあると思うんですけど、やっぱりオリックスのバッター陣引っ張ってるのは森友哉選手だと思うので、引き続き注目をしていこうかなというふうに思います。ということで今回のお話は以上とさせていただけたらなと思います。最後まで聞いてくれたら本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日ありがとうございました。